どうもこんにちは。今日はですね、王座山というところに来てます。以前チーズフォンデュを作りに来たところなんですけれども、夜になるとですね、明かりが全くないらしくて、天体観測のスポットらしいです。景色もすごいいいんですけどね、まあ、お腹が空いたらいけないんで、こういうサンドイッチとかも持ってきました。本当はね、料理してもよかったんですけど、まあ、キャンプするわけでもないので、今日はこういう簡単なもので済ましたいなと思ってます。まあ、夜までまだですね、だいぶ時間があるので、ちょっと腹ごしらえだけしときましょうかね。いつもサンドイッチはですね、このハム卵サンドっていうのを買ってます。これ美味しいですよね。大体ね、食べる順番も決まってるんですよ。これは僕一番最後にいつも食べますね。今日はですね、本当ここ誰もいなくて、もう貸し切り状態なんですけど、余計になんかすごくのんびりした場所に感じますよね。ですね、今6時15分なんですが、全然暗くならないですね。今もう日が長いから7時半とかそれぐらいになったらようやく暗くなるんでしょうね。思った以上にですね、ここで待っとく必要があるので、前回ですね、プレゼント企画やった時に、アンケートをお答えいただいたんですけれども、見てみたい動画として、キャンプで使える安いご飯というのがありました。で、安いご飯ちょっといろいろ考えてみたんですけども、僕結構ですね、一人暮らしの時期が長くて、多分10年ぐらい一人暮らしをしてたんですけども、その経験上からいくとですね、多分安いのって、麺かご飯だと思うんですよね。お米で作れるやつとかで、麺類だったら、うどんもそばも安いですよね。ラーメンも安い、ラーメンも安くて、あとは焼きそばなんかも安いですよね。あとは洋風でいくとパスタになると思うんですけども、凝ったパスタをするとやっぱ高いですよね。高いけど、ペペロンチーノとかだとめっちゃ安いんじゃないですかね。パスタとオリーブオイルとニンニク、唐辛子、塩、あと胡椒ですよね。これだけでできるんで、多分パスタの中だったらペペロンチーノが一番安いんじゃないかなと思います。で、ご飯だったら、まあ、チャーハン作っても安いでしょ。チャーハン作っても安いし、焼きおにぎりにしてもやっぱり安いですよね。あと何があるだろう、お茶漬けとか、あとはやっぱりオムライスとか。オムライスも多分外で食べたらなんか美味しそうな気がしますよね。あとカレーライスもありますよね。カレーライスもあるし、丼物、牛丼もあるですよね。前動画であげたんですけど、すき焼きのタレで作る牛丼とか、あれ美味しいですよ、結構。だからそう考えると、キャンプ行くと、必ずお金をだいぶ使ってしまうんですけど、だいたい食費でかかっちゃうっていう人が多いと思うんですが、多分ね、お酒と肉、これが多分高い原因じゃないですか。なんで主食をなんか決めたらいいんでしょうね。麺類にするとか、ご飯系のものを、主食にするとかって決めると結構安く収まりそうな気がしますよね。多分今挙げた、ご飯系とあと麺類であれば100円するのかな。100円はするか。多分2、300円ぐらいでやろうと思えばいけるんじゃないかなと思います。まあでもね、キャンプとか行くとどうしても肉を食べたくなっちゃうんですよね。今日もですね、さっきサンドイッチを食べたんですけども、最初は焼きそばを作ろうかなとちょっと考えてました。焼きそば作ろうかなとも思ったんですが、ちょっと簡単の方に行ってしまって、今回はサンドイッチになっちゃったんですけど、まあ、せっかくねここまで来たんで、今日はこのカメラと、あとですね、そっち側にエイプマンの A80、 アクションカメラのちっちゃいやつですね、あれを持ってきてるんで、タイムラプスの映像を撮って、あと360度カメラを持ってきたんで、360度カメラでは撮れるか分かんないですけど、星空、360度の星空っていうのもちょっとやってみたいなと思ってるところです。あとですね、今次回のプレゼント企画の内容をちょっと進めてまして、以前ですね、動画でお話しした通りに、
で次回のプレゼントはあのカッティングステッカーにしようと思ってます。とりあえず150枚作ってもらうので、50枚をあのプレゼント企画を3回に分けてやりたいなと今考えてます。50枚を3回やるんで、わりかしですね、欲しい方には行き渡らないかもしれないんですけど、あのなるべく多くの人に当たればいいなと思ってるので、次回はですね、カッティングステッカー、これをやりたいなという感じです。先日ですね、小学校の同窓会があって、まあ、僕結構アニメとか見る人なんですけど、シュタインズゲートの話になって、シュタインズゲートまだ見たことないんだよって話をしたら、でも絶対見た方がいいって言われてたんで、この待ってる時間にですね、シュタインズゲートにも見てみましょうかね。だいぶ寒くなってきましたね、やっぱり夜になると。前回ですね、レザーカバーが付けたいということで、このスノーピークのシェラカップ購入したんですけども、せっかくなんでですね、今日はこれでお湯を沸かしてます。でお湯を沸かして、セブンイレブンで買ってきたフリーズドライの豚汁をちょっと食べてみようかなと思ってます。寒い時は豚汁とかいいですよね。で今いる場所もですね、そんなにすごく標高が高いわけじゃないんですけども、やっぱりね、山の上なんでちょっと寒いです。今回ですね、このランタンも一緒に持ってきたんですが、やっぱ外で使うとそれなりに明るいかな、明るいっていうか、他に明かりがね全くここないので、明るくは感じますね、やっぱり。でタイムラプスの画像も撮ってるので、うまく撮れれば星空360度いけるかなと思うんですけどね。とりあえず2時間ぐらいは撮りたいなと思ってるんですけどね。2時間じゃ短いのかな、どうなんだろう。今ですね、これレザーカバーをつけながらやってるんで、だいぶ弱火でやってたんですけども、意外とですね、このレザーカバーのところまで火が来ないもんですね。このカバーをつけたまんまでも問題なくお湯を沸かしたりはできそうですね。やっぱ火はあったかくていいですね。よし、じゃあこれでそろそろ沸騰してきたので火から下ろしましょう。ここのね、持ち手も今触ってますけど全然熱くないですね。これぐらいの皮でも意外と大丈夫なんですね。いつもですね、スキレットカバーとかは 1.5 ミリ以上は厚みがあるようなぬめ革を使ってたんで、まあまあ厚いことはなかったんですけど、この薄い皮でも全然問題ないですね。じゃあこれ豚汁いただきます。あー、美味しい。やっぱりあったかいものってのはいいですね。